それすごいですね。僕が幼い頃はやはり親と一緒に魚屋に行って、一緒に夕飯の買い出しを付き合って、自転車が壊れたら親と一緒に自転車屋さんに行って直して、家でテレビが壊れたら電気屋さんが家に直しに来るみたいな、人と人がなんかそういう距離感がすごい近いような印象が今思えばあって、そういうのを大人たちが話す会話を子供の僕がずっと、まあ、ラジオから流れてくる音楽のようにずっと聞いてたみたいな、うん、歩きながらいろんな人が買い物していて、そこで会話がなされていて、八百屋さんとかね、お肉屋さんとか魚屋さんがあって、そこで会話をしながら今日の献立を考えながら、うん、そういうところを通りながら家に帰れるって素敵じゃないですかね、うん。大学生の時に映画制作研究部に入って映像を作り始めたところから、僕の今のキャリアというか、そういうのが全部始まってきたと思うんですけど、その頃からやっぱ群像劇を作りたいっていうのはベースとしてはあったんですよね、うん。群像劇にすることによって線ではなくて結構点になっていくというか、その中でその点の中でリアリティを維持しながらその人の思いだったりとかを紡いでいくっていうのが、まあ、基本的築地ワンダーランドでもやってた僕の映像を作る スタイルというか、うん、目指していくところではありますね、はい。僕が築地ワンダーランドを撮ろうと思ったのは、自分が子供の頃に見たやっぱ大人たちの姿が築地にはあって、みんな活気があった大人たちというか、そういう大人たちの喋る言葉であったりとか、大人たちのする仕草であったりとかっていうのを、ふと築地に入るとやっぱ懐かしいっていう感じがしたんですよね。人と人が接しなければ生まれない何かっていうのが、やはり築地はそれをベースに飽きないとされていたので、そういうのは次の世代にも僕らが引き継いでいかなければいけないなっていうところがあったんですよね。比較的でも変わってる要素が少ない町なんじゃないかな、阿佐ヶ谷は、杉並は、そう思うんですけど、ね、個人商店の街が、街で個人商店の店が並んでいたりとか、まあ、もちろん時代の流れによって変わるっていうのは当然あるし必要なことだと思うんですけど、根本にあるそこに住んでる人たちの営みであったりとか、人の、まあ、人を感じるよとか、そういう文化的な側面とか、まあ、いろんな今の杉並のいいところは変わらないでほしいなっていうのはありますね、今後。で、自分がもう大人になっていて、子供もできていて、ふと不安になる瞬間があって、あの頃見た大人に自分がちゃんと慣れているのかどうか、やはり今本当に豊かさって何なのかっていうのを、なんだろう、昔が全ていいわけではなくて、新しければまた全ていいわけでもなくて、次の世代に何をバトンを受け渡していくのか、やはり人の思いであったりとか、そういうぬくもり、それをいかに映像として表現するかっていうのは常に心がけているというか、やはり映像しかできないことっていうのはあるんじゃないのかなっていうのは思います。